ジェンダーレス、エイジレス、カナダボンレス、グラリオーサ男です。わいざいまー。はい、ということで今日別にね、なんかこう話したいなと思って、そんな回もあっていいんじゃないかと思って、男滑らんなってすごい男友達に言われた話、ちょっとそれ言ってみろよっていう風に、いやそれ男友達の中では面白株式会社になるけど、こういった映像を通して言うとつまらな有限会社になっちゃうよっつってんのに、いや大丈夫だっつって、ちょっと男友達に言われたからしようかなと思ってます。ハロウィンあったじゃないですか。あの時の話なんですけど、 USJ コスプレしていこうっていう話になって、みんななんかゴーリーとか男友達とかアナ雪のアナの格好して、いやいやいつだよみたいな感じのもあったりしたんですけど、一応その別に可愛い方じゃないし太ってるっていうのも、もうそりゃもう分かってますっていうことで、それを生かして紅の豚その格好でコスプレして USJ 行ってみたんですよ。そしたらなんかクオリティ高かったみたいで、うわっ紅の豚ってすごい、なんかこうみんなから指さされてて、でそっからが面白いんですけど、夕方帯になったらホラーナイトっていうかゾンビナイトみたいな形でゾンビとかもう誠に怖いからうわーってなっちゃうんですね。でこっち行ってもそっち逃げてもいるんですよ、そのゾンビが。これ誠かって、こう偽り放てっていう、これ偽り放てよーいっていうような状況下になってる時に、やっぱクオリティ高いからなのか、ゾンビに追いかけられてわし逃げるじゃないですか。この紅の豚見て向こう側が仕込んだゾンビだと思ってみんな逃げていくんですよ。うわ紅の豚が来たぞーっつって、何するわけでもない、ただただ逃げてんのに怖がらせてる方のキャラクターだと思われたっていう話。よろしかったらチャンネル登録してください。男友達になってください。ありがとうございます。おはようございます。